ということでね、家に帰ってきて休んでおりました。いやー、今日は疲れましたね。いやでもバーベキューうまかったな、普通に。まあでもさ、なんか使わせてもらっといてこんなこと言うのもあれだけど、俺さすがに7000はマジかと思ったよ。いやあれ借りるだけで炭とさ、氷とか調味料ちょっと貸してもらえるだけで、あとあそこのスペースで1人3500円で2人で7000ってちょっとマジかって思ったけど、でなんかちょっとそのマジかみたいなのが伝わっちゃったと思うんですよ。だからなんかそのそう、なんかあのアヒージョと手羽先っていうんですかね、アヒージョって言うんですかね、手羽先を途中からもらったのか、もともとなんかくれる予定なのかわかんないですけど、配信してたからなんかくれたのかわかんないけど、最初なんかちょっとびっくりした。あ、どうもありがとうございました。配信してたからかもね。いやだってさ、ちょっとさすがにえって思ったもん、最初。で途中でなんかこうもらえたから、まあでもいいかと思ったけど、まあにしても高いけどね。だってさ、普通にさ2人で7000払ったらさ、普通にだって肉とか普通に出てくるレベルじゃない。1人3500円であんな炭とか全部あのお店が用意しつつ、肉とか普通にセットみたいなの頼めるレベル、ついてくるレベルじゃん。だってこっち食材とかこっちが全部用意してんだよ。それで、いや焼肉いけるよね、ほんとそうだよ。いやていうか、ああいうあの網とかのなんかバーベキューみたいな形で肉ついてきても3500円とかあるから、一人で。え、マジでこんなすんだと俺最初思った、なんか値段言われた時。ねえ、まあでもね、まあしょうがないのかなとも思ったけどね。そう、あの結局あそこさ、あのほんと山奥、秩父の山奥のとこだから、まあ結局やっていけないんじゃない。そんな価格設定、なんかさ、それぐらいの値段でも来る人は来るじゃん絶対。でもあれをまあ極端な人、例えば1人1000円とかにしちゃったら、だからそんな来る人もいないだろうか、多分やっていけないんだろうね。だからそういう意味でしょうがないのかなと思ったけどね。でもなんとなくあそこってなんかそのあれメインでやってるのかなと思ったけど、わかる。なんかさ、なんて言うんだろうな、そのなんかちょっと家みたいなところでもあったから、なんかなんだろう、別にあれで稼ごうとしてないっていうか、ああいうなんかキャンプ道具みたいな、そういうのをなんかこう、あの人がもしかしたら個人的に趣味で集めて、でそれどうせだったらなんかこうねホームページとか作って、でそれでなんかこうキャンプした人っていうのはなんかね、秩父来たりとかたまにすると思うんで、そういう人になんかこうホームページとかで気づいてもらって、でなんかまあ結構高いんだけど、中には来てくれたらなんかその結構お金取れてラッキーぐらいな感覚、つまりあれを本業としてやろうとしてないっていうか、なんかそんな感じしたな、ちょっと。でお客さんも他にもね一人もいなかったし、まあ、たまたまいないだけかもしれないけど、でもあれお客さんがそんなに入るとこじゃないよ。俺多分映したと思うけど、本当になんていうの、あの一つのなんかあの席あるじゃん、あの一つのなんかこう、まあ俺らが座ってたあのなんていうの、ソファーみたいなとこと、であそこ以外になんかちょっとしたなんか本当になんか即席みたいな、なんか席みたいなのが本当なんか2席ぐらいっていうか、まさかあそこで知らない人同士で相席っていうのもなかなかないと思うから、本当なんかなんていうの、
2席ぐらいしか取れないっていうかさ、うん、同時に人が来たらなんかそんなレベルだったから、だから多分あれを趣味でやってないんじゃない、趣味でじゃない、あれをあれで稼ごうと思って本業として多分やってないんじゃないのかなと思った、うん、多分だけど、うん、なんか多分あの人自体が趣味でああいうの集めて、でそれでなんかワンチャンホームページとかで告知して、まあ結構高い金額じゃん、だあれでなんか来てくれたら本当ワンチャンラッキーぐらいな、多分そういうあれなんじゃないのかなと思った、うん、だって値段的にも考えてもそうだし、あとあのね席の少なさもそうだし、だ多分そうなんじゃない、うん、まあわかんないですけどね、あ匿名の出す重さ出す、うん、いやでもね、なんかなんだっけな、事前に言えばその食材とかも用意してくれとか言ってた気がする、まあもちろんさらに値は張るんだろうけど、うん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 、飲み放題がなんか3000円ってあったからね、飲み放題にしたらとんでもない金額だよな、だって1人3500円でしょ、あの使用代が、でプラス飲み放にするとプラス3000円なんだよ多分、ってことは1人6500円だよ、食材何もついてこないで、あそこの場所と炭と氷とあと飲み物のドリンクバーの飲み放題だけで6500円だからね、肉とか何もないですよ、うん、そう考えたらクソ高いよね、うん、まあ一応酒とかも飲み放の中に入ってるらしいけど、うん、飲み放題って限界ある、うん、まああそこの場所と飲み放にしたらだって2人だったらもう1万3000よ、うん、あそこの炭とあのスペースとあと飲み放にしただけで2人でもうあの肉とか何もつい飯とか何もついてこないのに1万3000よ、まあ、もしかしたらあのアヒージョとはあのチキンみたいなついていつもついてくるのかは知らないけど、ああいうのが、うん、いやでも最初の話だと あれはついてこないって話、何も食材とかは全部自分で用意してっていう話だったから、まあでも結果的にあれもらったけどね、あの肉とはアヒージョだっけ、うん、まあでもあのねアヒージョねクソうまかったよ、あれはマジでうまかった、俺てか初めてかもな、なキャンプみたいな感じのああいうなんかなんていうの本格的なキャンプ飯みたいな、あれだってキャンプ飯みたいなもんでしょあれ、なんか YouTuber とかがさなんかそのバーベキュー YouTuber みたいなのがさやるような作るようなやつじゃん、うん、あれはマジでうまかったな、うん、いや俺マジ忖度しないからね、ほんと高いものは高いって言うし、でもうまいものはうまいって言ってるやん、
いやさすがに値段は高いよあれどう考えても。でも普通にあのアヒージョはマジでうまかったわね。あれうまかったよね。あれめちゃくちゃうまいよ、うん、本当にね。何回も言ってるけど、そんな本格的ななんかそういうようなお店とか行くより全然うまいね、うん。まあ、ちなみにアヒージョって俺食ったことないけど、明らかにもうなんかレベルが違ったもん、うまさの、うん。ああいうなんかやっぱ外の釜とかで作ってるのと、あとなんか本当にやっぱその味付けとか作り方がなんかもう全部が完璧なんだろうけど、めちゃくちゃうまかったあれ、うん。簡単に作れるもんなのかな、うん。いやマジレベル違ったねあれはね本当に、うん。アヒージョってどうやって作るんですか。アサリと肉と、あ肉じゃない、アサリイカエビブロッコリーみたいなのが入ってて、あとオリーブオイルか、そんな感じっすかね多分、うん。いやあれさ家でももちろん作れるんだけど、あ作れるんだろうけど、そのねあの家の普通にコンロっていうか、フライパンとかでも、でもあれ絶対さ、ああやってアウトドアみたいな感じで作るからもっとうまいんだろうな、うん。絶対あれ絶対そういうキャンプみたいな感じ、ああいうような形で作るから絶対うまいんだと思う、さらに、うん。俺多分初めて食ったかもな、アヒージョってやつ、うん。多分初めて食ったかもしれんな、うん。いやーうまかったね、うん。いやトイレ行きたいけど行くのめんどいな、ちょっとトイレ行ってこうかな。あパンをなんかつけて食うとか言ってたな、そういえば、うん。ちょっとトイレ行ってきていいですか、ちょっとトイレ行ってくる。
よっこらしょ。眩しい、もうちょい暗くしよう。秋葉で殺傷事件、ああなんか見た、ヤフートップで3人だか被害に遭ったのか。なんか秋葉殺傷事件とかで言うとあれ思い出すよな、あの加藤被告のやつですよ。うん、懐かしいよなあれ。だってさ、俺まだ覚えてるけどさ、あれもうほんとめちゃくちゃ衝撃的な事件だったじゃん。あれ、であれ、あの事件当初、そのなんていうの、その AKB がまだ無名の時だったの。でも知る人ぞ知るみたいな。ニュース見たらね、その秋葉原を拠点に活動しているあのアイドルグループ AKB48 のメンバーもなんかその公演とかやってて、でもなんかその事件には幸いなことにメンバーが巻き込まれなかったみたいな、なんかそんなテレビのニュースやってたの今でも覚えてるけど。でその時なんかなんていうの、世間では AKB なんてまだ全然、知ってる人は知ってるけど、そんな国民的アイドルとかに全然なってなくて、ほんと一部の人しか知らないみたいな感じ で俺確かその時そのニュース見た時ね、 AKB48 のメンバーは無事でしたって言ったって、まあなんだその、まあ、無事なのは分かるけど、なんかそもそも AKB って誰だよぐらいな、うん、まあなんか知ってたけどね、知ってたけど、まあ、別になんかそんな有名じゃないやつじゃんみたいなぐらいに思ったんですよ。でもそれが将来的にこんだけね、国民的アイドルになるとはその時思ってないっていう、思ってなかったってなんか後々思ったと思うんで、後々思ったの覚えてるんですよ。だからそういうなんか記憶が俺残ってるから、あの時って本当にまだ AKB が全然その本当になんか無名に近いレベルだったんですよね、うん、多分テレビで何回か特集はされてたっぽいから、その時知ってる、知る人ぞ知るって感じ、うん、だからそう考えるとすごい昔だよね。だって AKB がまだ大して有名じゃない頃の時代に起こったことだから、うん、そう考えたら本当に前だよね。あれ何年前なんだ、もう十何年とか前でしょ、うん、だいぶ前っすよね、うん、なんか秋葉原系とか言うじゃないですか。でコスプレとかしてる人ってなんか秋葉系みたいなイメージもなくはないと思うんだけど、えなこってさ、あんだけコスプレするのに秋葉系みたいな、そういう目線であんま見られないよね、うん、うん、いや、うん、えなこりんはなんかあんまそういう風に見られんよな。
めっちゃコスプレイヤーなのに。最近アイスミルクティーはローソンのか、あんま飲んでないっすかね。あんま飲んでないっすね。よっ。てか。ローソン1個潰れたしな。あ、でもまあ新しいローソンできたからちょっと前に。あそこローソンのアイスミルクティーとかめちゃめちゃうまいよな、うん、よいしょ、いいよ。いや、コーラなんか買いかんよ。もうめんどくさいよ。今日は20万は稼い、そんな来てるわけねえだろ。全然稼いでないわけよ、うん、今日数千しか稼いでないよ。なんだ、結局来たけど、そのいくらだろう、多分2万前後ぐらい来たと思うんだけど、結局その経費でかかってるからね。なんだろう、バーベキュー代とか全部合わせて1万2000円かな、1万2000円プラス、まあ、あとガソリン代もかかってるし、結局その経費的なもの差し引いたら数千円だよプラス。あ、遠く名の方、トロピカルジュースです。あーだっす、うん、7000円ぐらいかな、7000円ぐらいは儲かってるけど、その経費的なもの入れなければ2万は超えてるけど。トーク名の方、やった、レンチャーダス、トロピカルアダス。うん、どうだ、あ、トーク名のアダス。いや、皆さん、あれですよ、トロピカルジュースじゃないや、トロピカルアイテムを投げてくれる方は投げてほしいんですけど。
デイリーのやつがもうあと1分ちょいぐらいで、であんまり1位ともそこまで差がないから、いや1位とは2000ぐらい差があるか、でも2位3位がねあんま差がないから、ほんと数百しか差ないからね。これでだって2位でも2位だったら1万くるでしょ、うん、4位だといくらっけ、6000ぐらいだったか。あ、みちまめさんトロピカルフーサーです投げてくれたうん、うわ2位とあんま差がないんですよね。2位と300ちょい差しかないから370ぐらいか、まあギリギリで投げられるかもしれないけど、うわーちょっこの差だったら、この差だった、あーもう6位になっちゃった、あーでも差が結局投げられちゃってるか、うん、いやなんかさ、だってさちょっとの差でなんか 何千とか違うんだったら、例えば明日投げてもらうよりも今投げてもらった方がその全然お得じゃん、花火とか投げてもらうより。あー匿名の方やった、オーマイガーオーマイガーオーマイガー、ニコー、セキュオー、ウィドズ、ビルゲイツ、ソフトバンク、ソンマザヨシ、あ、忍者さんもやった、あー匿名の方やった、5個やった、マジっすか、やった、オーマイガーオーマイガー、あーでもギリギリやっぱみんな投げられちゃうのか、セキュオー、ウィドズ、ビルゲイツ、ソフトバンク、ソンマザヨシ、やった、ふわっちポイント50ポイントです。あ、4位には入った、4位は入ったかな、あ、ありがとうございます。4位だと6000ぐらいだったかな、あ、忍者さん連チャーです、ありがとうございます、うん、あれ、いや入ってない、入った、うわ入ってないのか、うわ、え、あ、4位って日が変わってから4位か、あ、入らない、入ってないわ4位って日が変わってから4位なんだ、うん、わあマジか、これもったいなかったな、まあまあでもしょうがないです、ありがとうございます。結局ギリギリでみんな投げられた、投げられたよね、うん、あ、ジュースはねこれまとめて投げれないからね、わあこれはもったいないな、うん、結局ない、うわこれはねもったいない 6位っすね俺で、6位で、であの差がほとんどなかったから、うん、6位でね100差ぐらいしかないじゃん点数、だから100差ってことは、あの多分あのフルーツを多分あと 2個か3個ぐらい投げてもらえれば、あの4000円賞金来たから、あとフルーツ多分3個分ぐらいで、で自分にはその半分ぐらいバッグが来て、プラス花火分が花火換算8発分賞金で来るから、これめっちゃもったいないやつや、うんこれはもったいない、まあしょうがないけどね、ありがとうございます、今投げて、あ、もちろんその今投げてもらってもお金になるんで今投げてもらってもありがたいですけど、うん、いやこれなんか地投げした方が儲かったレベルでね、この差は、まあ結果的にだけど、結果的にだけどね、これは超もったいないわ、うん、あ、忍者さんだっす、あれっすあだっす、多分なんだっけ、フルーツがいくらっけ、フルーツが多分買う方が400円ぐらい1個、うん、で2個投げられたら多分800円か、でそれで多分配信者に400円はバックされるから、でその400円の経費的なもので4000来たって考えると、これ自分で自課金した方がでも期待値があるレベルっていうか、これはちょっと悔しいな、もったいないね、まあでもしょうがないな、あ、忍者さん連チャーナッス、あれっす、あれっすあ、連チャーナッス、あ、忍者さん連チャーナッス、
ありがとうございます。あ、2個で400円か、うん、アレンチャーだす、うん、あ、50ポイントボーナスどうも、アレンチャーだす、ありがとうございます。そうですね、これなんかね、揃う仕様があるから、一個一個なんか色というか味の抽選があるから、そので3個揃うと当たりみたいな、50ポイントボーナスみたいなのあるから、だからその1個ずつしか投げれないっていう。あ、忍者さん、レンチャーだっす、ジューサーだっす、ジューサーだっす、うん、アレンチャーだっす、アレンチャン連覇だっす、うん、アレンチャーだっす、レンチャーだっす。わこれなんかさ、めっちゃ嬉しいんだけど、めっちゃ今投げてもらって嬉しいけど、これさ、前日に投げてもらってたらこれ絶対4000取れてたなって思うと、なんかちょっとショックもある。いや、ありがたいです、ありがとうございます、はい、まあ、なんだかんだ投げてもらってお金になるし、課金してくれてるからめっちゃ嬉しいんだけど、めちゃくちゃ嬉しいけど、なんかちょっと今ショックな気持ちもあるっていう。まあでもありがとうございます、はい、うん。あ、トークメールを出す。もうめんどくさいから明日でも投げる。どういうこと？あ、ありがとうございます。トークメールを出す。うん。コメント流れからもうやめとく。なるほど。ありがとうございます。まあ、コメント流れっていうか、まあ、別にろくなこと話してないけどね。ゴミみたいなアンチがコメントしてるだけだもん今。うん。いやー、一個ずつしか投げない。そうだね、これはあの3種類揃ったらそのボーナスが出るってやつだから、そのなんていうの、一発投げとかだとほら、その抽選のなんか分かりにくいというか、うん、そう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 、うん、いやー、コメントはろくなコメントないからね。あ、YouTube で後見る。あ、どうも。いや、マジアンチから示談金取ってやろうかな。もうそれで金を作ろうかな。アンチから示談金を取ってやろうかな。刑事告訴は別にお金かかんないから。うん、取れる金がない。
まあ、その場合あの懲役になると思いますけど、懲役じゃない、労役か、労役。取れるお金がないってなったら労役っすね。うん。そしたらあの1日4000円ぐらいでしたっけ、で働いてもらうことになりますけど、まあでもそのお金はね僕に来ないですけど、国への罰金なんで。ハゲの一言も侮辱通るの、通りますよ、うん、ハゲの一言でも侮辱通りますよ、うん、なんか勘違いしてる人いるかもしれないけど、普通にハゲとか言ってもそれもあれ侮辱になるからね。まあ、一番あの簡単にできるのはこの日本の見方だろうね。なんでかっていうと、明らかに俺の変なような画像を使ってて、関慎吾のガチアンチですって言って、名前もこれね、あのプロフィールのとこ入れてて、脱税行為は許しませんとかってこんなんでやってんだから、まあ、明らかにこれは名誉毀損とかそういうのでいけるよね 100%。 うん、一番やりやすいのはこいつだな。マジそろそろやってやろうかな。で、示談金ふっかけるか、マジで。まあそろそろ調子に乗りすぎだからね、マジで。まあ取れる金がなくても労役行ってもらえれば反省するんじゃない。反省っていうかもうブルっちゃってできないと思う、次回からマジでやってみようかな、本当にガチで。あーちょ、来たー、匿名の方からやったが、合コンやばい、合コン来た、おいがおいがおいがアラブの席はウィドゼミリーゼルソフトマンクーソンマダジやったーです、シンシン大好き、ありがとうございます。やばい、めっちゃ来た、あーです、来たぜ、うんやったぜやばい、めっちゃ来た、やばい、5個ですよ、5個やばいっすよ、やべえな、枠取ってよかった投げ銭がねすごい来るとね、枠取って やってよかったと思う瞬間ですよ。ははんガチアンチと書いてるのが名誉毀損、なんでよ、理由教えてくれ。いや、これ絶対名誉毀損でいけますよ、申し訳ないけど、うん、あ、匿名の方やった、トロピカルフルーツ参考です。まあそんなの言わないでね、黙ってやった方がいいかもしれないけどね、本当にやるんだったら、うん、これは絶対いけるよ、絶対立証できる、これ名誉毀損。だってさ、こんな分かりやすいのないからねこんな分かりやすいのないでしょ。だって明らかに俺のサムネ使ってて、しかもそれが明らかに変に映った時のやってて、もうこれに対しても悪意があるというか心象が悪くなるよね。でそれでいて関慎吾って完全に名前もつけてるし、で脱税行為は許しませんで、ね、もこんなん書いてんだよ、なんかプロフィールみたいな。完全これ 100% 名誉毀損でいけるよこれ。でどこの誰のこと言ってるのか、この客観的に見ても一目瞭然だし、だって俺の顔と名前がちゃんと書いてあって、で脱税行為とかなんかこれも完全名誉毀損だし、うん、いやこいつ 100% いけるよ、申し訳ないけど
告訴すれば、うん、こんな分かりやすいのないでしょだって。客観的にも誰のこと言ってるかなんて丸分かりだし、うん、こんなの 100% いきますよ、うん、暇だからやって小銭稼ぎしよう、いや無理だね。なんでかっていうと、まあ多分この人お金持ってないとか言ってて、まあそう本当か知らないけど、まあでも実際お金持ってない可能性もあると思うんですよ。持ってない場合ってもうあの結局取れないからね。取れないとこがお金取れないのよ。うん。結局お金取れないとこが取れないから、持ってない人が取れんから。示談金はまあ多分請求できない可能性があるんじゃない。この人が持ってない場合、まあ本当に持ってない可能性も全然あると思うし、だってこんなくだらないことに粘着してくる人だから、ガチで持ってない人かなとも思うしね。うん。まあただ漏液、そしたら漏液になるんだけどね。刑事でやる場合、その場払えない場合、まあ罰金がねいくらになるか分かんないけど、その罰金をあの支払うまで1日4000円で漏液することになるけど、この人。まあ、ちなみにそのお金俺には来ないからね、僕には来ないっすけど。で民事で訴えたってまああれだよね、この人払えなかったらもう俺が赤字になるだけだから。うん。だってそもそもさ、俺に粘着する人なんて大体そうでしょ。まあ金持ってない人が大半だと思うよ。金持ってる人がこんなだって粘着する人だと思えないよ。金持ってるやつがこんな暇なことやんないでしょマジで。まあもちろんね、あの過去のあのコメント見ればそれ以外のこともめちゃめちゃ言ってるけど、でもさ、もうその過去のなんかもう探すのめんどくさいじゃん、こいつの。めんどくさいから、それよりもあの目先で確実にもう言ってたことがあるわけだから、そこに対してやっちゃえばっていう考えなだけだけど。うん。そう。民事を休んであれば、簡易裁判所で、ああ、それは知ってるよ。あの、110万ぐらいまでの訴訟でしたっけ。少額訴訟ですよね。うん、まあそれだったらあの大した金額、多分2万3万ぐらいでできるんじゃない。その請求金額が110万ぐらい以下だっけ。それは知ってるけど、でも別にそのある程度知識がないとできないじゃん、うん、だって弁護士なしでやるわけじゃん結局、あの少ない金額でやるってなったら、うん、弁護士抜きだと厳しいでしょ結構。いろいろ書類作成したりとかさ、うん、まあちなみになんか日本の弁護士を使わないで本人訴訟率っていうのは全体の裁判の何割だっけ、なんか 50% 前後ぐらいなんだよね。 60% だったっけ。 40% だから 60% は弁護士使わないで本人訴訟してる人らしいけど、日本はね。うん。耳かきどこや。簡単に金取れたよ本人訴訟、うん、まあそうだな、相手が金さえ持ってれば結構簡単に取れんじゃない、うん、まあ相手が金持ってればなしだけど。ないところから結局取れんからね絶対。
ネットアンチが懲役になった例ってあるんかな。いや全然あるでしょそんなそんなん別に普通にあるでしょ、うん、よいしょ。ほら例えば昔リコニャン先生って言ったじゃないですか。リコニャン先生、国の金を使い切ったみたいな感じの、国の金を騙して使い切ったみたいな人いるじゃん。あの人に確か殺害予告を風俗、どっかの風俗嬢がしたんですよ、爆災っていう掲示板で。でそれが確か逮捕されて、で殺害予告であれ懲役食らったんじゃなかったっけ、違ったっけ、確か懲役だった気がするけど。あ、トークメロを出す、トロピカルを出す、うん、確かそうじゃない。まあ要するにそれも言ってしまえばアンチじゃん。警察がいじめてくる。俺たち気持ち悪いからね、ずっと粘着してね、本当に本当暇だよな、マジで。それしかやることないのって感じ。あ、匿名の方ブルーハヤザスあります。本当にそれしかやることないのって感じだよね、マジで。うん。贈与税、はあ、まあ仮にあれをお金もらったってことにするんだったら贈与税払わなくていいんですよね。なんでかわかる、もう時効過ぎてるんで俺が1000万とか借りたのとかって何年前だか知ってる、もう11年前とかなんですよ、うん、あ、匿名の方です、ジューサース。あれを仮にもらったってことにするんだったら、もう税金の時効って7年になって、もうあれをもらったっていうことにするんだったら、もう実は時効切れてるんで、発生してるんですよ時効が、うん、だから別に仮にもらったっていうことにするんだとしても、あれはもう別に払わなくていいってなっちゃってるんですよね、うん、税金の時効知らないですか。税金の時効って7年なんで、税金の時効ってのは5年間なんですよ。悪質な場合7年なんですよ。つまりは最長7年なんですよ、税金の時効って、うん、今検索してます。検索してないですけどね。これだって俺昔からちょくちょく言ってますよ、この話この話昔からちょくちょく言ってるし、別にそんなの覚えてるし、はあ、税金事故あるの知らないの、うん、税金は事故あるよ、うん、ね、税金の事故は7年なのよ。普通悪質と判断されなければ5年、悪質と判断された場合7年、つまりは真の事故は7年、
で、ちなみにそのなんだ途中で税務署になんかこうなんだこれのなんだその実際この税金おかしくないですかみたいな感じで疲れた場合、この詳細教えてくださいみたいな感じで疲れた場合はそっからあの7年延長されるんですよ、その時から。細かいこと言うと、いや例えばあと1日でじゃあ例えばね悪質なものだと判断されあと1日で7年が過ぎるっていうところで時効の1日前にね税務署にこれ見せてくださいって言われたらもうそ、ね、さらにそこから7年時効が発生するっていう、時効が更新されるんですよ7年に、っていう制度もあるけどね、時効延長制度というか、匿名の方です。あざす。差し押さえとか来るんじゃないの。差し押さえっすか。まあ差し押さえはなんかねいろいろ、まあこれもまた決まってるんですけど、あ、匿名の方ブーハワイです。最近車の購入費用や何やらで年間110万もらってるだろう、まあ、ちなみにあの車いくらだか知ってますちなみにあの車いくらだか知ってるのかなあなた。遠くまで出す。いくら本体価格は確か16万ぐらいだったかな。で車検とかそういう初期費用を合わせても確か30万切るんですよね。29万とかそんぐらいだったかな。ああだす。安い。いやめっちゃ安いんだよねめっちゃ安いわね。生活費も含まれる。いや生活費はさすがに含まれないでしょ、贈与税には。それは無理があるよ、贈与税に。さすがに食費ってのは無理があるんじゃない。しかも一緒に暮らしてる家族で。だってそんなのさ、なんだろう、例えばまあいいや、じゃあ例えばだけど、じゃあお母さんが、まあ、一つの一般家庭があって、お母さんがいつもそのお母さんのお金でその料理とか材料とか買ってくるとするじゃないですか。料理っていうか食べ物買ってくるとするじゃん。でそれをね子供が親が買ってきた飯を食べて、でそれで贈与税なんて聞いたことないですそれはさすがにないと思うよ、それは贈与税としては扱われないでしょ、あ、アザス、トゥースアザス。そう、安く買えてよかったね。さすがにそれで贈与税は発生しないと思うんですけど、
まああと当たり前の話なんだけど、税務署はもう動かぬ証拠みたいなのがないと請求できないからね。当たり前の話なんだけど、うん、誰がどう見てもこれはなんかこの人が、まあ、贈与なりなんか所得なりがある履歴みたいなのがないとこうやって請求できんから、ちなみに、うん、まあ当たり前の話だけどね。そんな食べ物とかどうやって調べるね、うん、そもそもさすがに食べ物で贈与税はないけど、下付けが700万意味が分かんない、うん、いやー、市営住民申し込んで全部バレた。てかまあなんていうの、なんか税金ってさ、なんかなんかさ、そのアンチってさ、税金についてめちゃくちゃあーだこうだあーでもないこうでもないとかつってさ、大して知識もないくせに結構つつくしてるけど、なんだろう、なんだろうね、まあ明らかにさ、所得税とか相当取ってて払ってないやつは確かにどうかと思うし、でもなんかさ、正直さ、なんかしょうもない、なんかなんていうの、なんかまあ本当にだからさっきで言うなんか食費の贈与税だとかいうやつとかさ、なんかくだらないなと思っちゃう、正直。そんなのさ、もうじゃあ仮にその食費が贈与税として認められたところで、どうやってその一日一日のさ金額を叩き出すのみたいな、クメルボタンがジュース、あ、ジュースは出す、なんかしょうもないよね、本当に、ちなみに俺ね、あれ、まあ、YouTube 結構見てて、前もちょっとちらって言ったけどさ、あの竹原、あの元プロボクサーの竹原慎二と、あとあの渡嘉敷勝則と畠山貴則がやってるなんか3人のなんかぶっちゃけチャンネルみたいなやつがあるんですよ。なんかボクシングのこと語ったりするやつ、であれでなんか畠山貴則が言ってたけど、なんかもう時効だから言うけど、昔あのボクサーであのチャンピオンの時にあの偉い社長さんからめちゃめちゃなんか現金とかもらったとか、あとなんか高い腕時計とか、ほんととんでもない額のとか、なんかすごいあの社長さんとかに気に入られて、なんかすごいもらったことありますよみたいなこと言って、でなんかもうこれ時効だから言うけどねみたいな、で贈与税とかその時払ってませんでしたしみたいなことを言ってたからね、普通に。あと匿名のことだとジューサーです、もう時効ね、7年過ぎたから時効だから今だから言えるけど、そんなん贈与税とか払ってないですよみたいなこと言ってたよ、普通に。
しょ。うん、結構ねあれですよ、うん、あ、遠くめることでさ楽しかった、うん、まあそうっすね。でも久々にあの家じゃなく ああいうとこでね、なんだ飯食えたのはいいかなと思いますね。マルサはね、マルサはえぐいからね本当に。マルサはガチでえぐいからな。だってそもそも法律上さ、令状持ってきてさ、法律上マルサってもう家にさずかずかさ、その家の主が来るなって拒否ってもずかずか入っていいからね。それでも法律に触れないですからね。もう家の中もうとにかくもうアホみたいに探してもそれ法律に触れないっていう、うん、恐ろしい話ですよ本当に。子とかも税率つけてダメだったな国税に。いやあれは嘘だと思うよ、うん、あれ絶対税率なんかつけてないって、多分無申告の可能性高いと思うよ。前も言ったけど、琴花ちゃんは多分超高確率で無申告、うん、それか超ミラクルハイパー過小申告、どっちかだって、うん、だから税理士なんか絶対つけてないよ。だから税理士なんかつけてたらあそこまで追徴課税食らわないでしょ、うん、ちゃんと税理士つけてまともに申告しようっていう意思があったら、あそこまでの追徴なんか食らわないって、うん、だってあんな追徴課税が来てる時点でまともに申告しようって思ってない現れだと思うんですよね。、うん、気持ちの現れっていうか、だから税理士代だって絶対払わない。税理士使ったらあんな金額の追徴課税来るのもまあ考えにくいし、まあ、そもそもあんだけちゃんと申告してなかったら税理士代だって絶対ケチると思うし、でつけたらつけたでね、ちゃんと税理士に本当のことを言わないと、その税金に関して税理士代無駄になるじゃん、お金捨てんのと一緒やん、うん、で税理士本当にちゃんとつけてちゃんとなんか申告しようとしたらあんなに来ます、だってありえないって。いやだから超高確率で無申告だよ、無申告か超ミラクルハイパー過小申告、うん、いや絶対税士なんかつけてない言い切れる、うん、だから嘘は絶対嘘だ、そう世間体気にして最初から脱税の意思あったけど脱税したなんて言ったらイメージ悪いじゃん、それを見てるリスナーとかに、だから絶対嘘ついてるだけよ、絶対まともに申告してない、うん、あんな金額来るわけないじゃん、だって5年だっけで1600万だから700万でしょ追徴課税で、それで確か琴花ちゃんの全部その時稼いだ金額が生涯稼いだ金額が確か4000万だかそんぐらいでしょ、うん、4000万だか4000万前後とか言ってなかった、だってそれって無申告レベルだからね。無申告レベルだから、それってその金額来るのってその額で、だって毎年毎年控除額だってあるしね、累進課税でじゃあ5年で4000万つっても1年で満額フルになるわけじゃないじゃん、それがこうなんていうの、少ない金額もある少ない金額の年もあるだろうし、でそうすると累進課税でパーセンテージも低いしで毎年毎年5年間基礎控除もあるし、でそれ以外にもね、申告の仕方によって控除の種類とかもまあ人によってね、他にもなんかその基礎控除以外の控除を受け入れたりもするし、うん、青汁も税率つけて、いや青汁はじゃあさすがに税率つけてでしょ、うん、
やだからその稼いだ額に対する追徴課税の金額を逆算したら分かるだろう、分かんない、だって確か4000万ぐらいしか稼いでないのに1700万だかの追徴来たって、それってあのね、その金額をもうどっちかなのよ、もう無申告で通してるか、その売上自体をめちゃくちゃごまかしてるか、それか売上はそのまま書いてるけど売上に対して経費をそのまま丸々ほぼ全額やってるか、その売上と経費をめっちゃ過小にしてるか、どれかしかない、どれかしかないからね、金額に対する追徴課税の金額考えろよ、だって4000万稼いでね、4000万稼いでもしそれが1円もそのなんだ経費が認められなかったとして、じゃあいくら追徴課税が来るのって話、もちろんその5年間で4000万とかだったら、その1年でそのね、じゃあそれを純粋に4000万を純粋に5で割って、でそれで1年あたりの金額ってわけでもないけどね、もしかしたら 1年の中で100万しか稼がなかった時がある、もしかしたら1年の中で2000万稼いだみたいな時があると、その累進課税でその計算のバランスとか変わってくるけど、でも言ったってそのね、4000万ぐらい稼いで1700万も追徴課税くるっていうのは、普通に考えてもうほんと無申告レベルの金額だから、絶対税理士なんか雇ってないよ、もう言い切れるよ、 100% 雇ってない、だって税理士ってさ、ちゃんと申告しようって意図がある人が雇うわけじゃん基本的に、そんなちゃんと払おうと思った意思がある人がそんな金額来ないでしょ、税理士雇ってる人が。もちろん税理士雇っててね、全然ね、税理士がこれはいけるかもっていうんで結構経費として入れてくれたやつも、それも後から拒否されるパターンだってもちろんあるよ、もちろんそれもあるけど、でもいくらなんでもその琴花ちゃんのケースは、その稼いでる額に対しての追徴課税の額比率、絶対税士なんか雇ってない。お金を配るおじさんもそうですね、前澤さんさすがに税理士雇ってないなんてことはないと思うね、さすがにね。でもそれでもなんか戦闘機で、戦闘機じゃねえ、戦闘機じゃなくてプライ、なんかジェット機を会社の経費に入れてたんだけど、確か3億ぐらいだっけ、でそれがなんかプライベートジェット的なその風に指摘されて国税に、でそれで追徴課税3億だから払ったんだよね、3億ぐらいでしたっけ、でもそれって別になんかそのなんていうの、見解の違いみたいなのがあるからね、前澤さんからしたら本当にそれは経費になると思って申告してるかもしれないし、そうで、もしかしたら確かそれで裁判しなかったんでしょ、なんかそのまま国税に言われてそのまま多分払ってると思うんだけど、裁判したらワンチャン勝てる可能性もあるし、まあ完璧にどういう状況だったか知らないけど、まあ状況によってはね、あれ経費として認められる可能性もあると思うし、まあ完璧にどういう状況だか知らんけどさ、知らんから分からんけど、そう、ことか払ったかですね、いやでも明らかな 悪質なあれ脱税なんで、まあ脱税って一応犯罪っちゃ犯罪なんで、まあ俺は正直あれ罪か罪じゃないかって言ったら絶対罪だと思うけど、まあでも結局そのなんだ、その罪としてそのなんだ追徴課税、その割増の追徴課税をペナルティで払ってるから、だからもう別にその要するにペナルティを与えられた人に対してなんかあんまりなんかなんていうの、その犯罪者だとかなんかそんな必要以上になんかこう攻撃的に言うのは、まあちょっとなんかそれは良くないなとは思いますよ、まあ死体蹴りでもないけど、
だからまあ俺も多少言葉は選んでるけど、そうこのなんか犯罪者がとまでは、までは言ってないけど、まあでも普通に考えたあの、うん、その金額はどう考えてもまあ悪意のある雑税だったんだろうなとは思うけどね、うん、まあそうっすね、この枠で終わるかな、寝ようかな、うん、そもそもだってことかちゃんがさ言うにはさ、ちゃんと申告してて経費が通らなかったからあのそんだけの追徴課できたわけでしょ。でそもそも売上をごまかしてたらその時点で悪意のある脱税になるし、うん、っていうことはあの経費をあのめっちゃ入れてたってわけよ。で経費が1700万分認められなかったってことよ。まあ正確にはその1700万分っていうかその1700万分追徴課税されるぐらいのあの経費が認められなかったってことになるわけ でそもそもことかちゃんの配信スタイルでどこにそんだけ経費使うのっていうほとんどだって家で喋ってるだけでしょどこにあの配信にそんな経費使うのかなって思うけど、まあ普段ずっと監視してるわけじゃないから見てるわけじゃないからまあ、たまには使う時もあるんかもしんないけど基本そんな配信な気がするので、うんうん、いやねえ、ふう、眠くなってきたな、確かに。あ、匿名の方です。そうですね、疲れましたね、ちょっと寝るか、もう、うん、あ、だす、あ、揃った50ポイントだす。頑張った、いやまあ頑張ったらじゃ入んないですけどね、言うてもバーベキューとかやっただけだしね、うん、まあ運転はそれなりにしたけど、まあでもなんだろう、まあしょなんだろう、正直さ、なんか遊び疲れとかもあるからね、なんかなんていうの、例えばさ子供の頃とか、まあ別に大人になってからでもいいんだけど、別に例えば趣味として普通にね、仕事とかじゃなく趣味としていっぱい遊んでも普通に遊び疲れってあるじゃないですか、うん、そう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 、まあ、疲れるよね、遊んでても結局、まあ、例えばね、サッカー好きな人があのサッカーを何時間もやってたら疲れると思うし、まあ、サッカーは結構ねあの体あの動かすのが結構激しいとは思うけど、ふうふう、半分税金に取られてそっから消費税払うわけで6割くらい、うん、まあ消費税に関してはね、あの控除されるやり方とかもあるんですよ、うん、うん、ああでもそうだ、経費分を除いたら、そっか、経費分を除いたら確かに上乗せだけどね、
消費税分は、うん、でも一応さ、一応だけどその消費税ってその消費者から請求するもんだからね。だから普通のお店とかだったら、まあ、例えばコンビニとかね、コンビニとかだったらその消費税分を消費者にそもそも請求してあらかじめもらってるじゃん、消費者から。もちろん消費税って消費者から請求する税金だし、そう。じゃあ例えば100円のものを買いました、あ、100円のものを販売しましたコンビニでね。でそしたら消費者が100円のものを買うのに110円、つまり消費者が消費税分の10円を納めてるわけじゃん。で事業者っていうのはコンビニはそれをあらかじめその消費税分の10円も受け取って後で申告するっていうタイプだから、消費税はもちろんその消費者がそのお店というより消費者がその負担するっていうパターンになるわけじゃん、うん、だから事業者の負担にはなんないじゃん、消費者に負担させてね、うん、でもこれが面白いことに、面白いというかちょっとそれどうなのって思うんだけど、このふわっちの、まあもちろんふわっち以外の配信サイトとかもそうなんだけど、まあ、ちなみに YouTube は免除されるんだけど、うん、ふわっちの配信で例えば消費税が発生するだけ稼いだとするじゃん、年間1000万以上売り上げて、でそれでその2年後に消費税分を課税されるんですけど、ふわっちの場合ってじゃあ例えば花火を一発もらうとするじゃん、で花火一発もらうと配信者に500円来るじゃないですか、うん、配信者に500円来て、でこれってその消費税の納税義務が生まれてる配信者と消費税が免除される配信者で両方とも花火一発500円なんですよね、うん、でそれで消費税の納税義務がない人はそのまま500円もらえるけど、あ、500円もらえるっていうか500円から所得税は取れるけど、その500円に消費税は払わなくていいの。でもその年間売上が1000万超えてて、その2年後からの配信者だとその500円のそのあれですよ、花火からその 10% の消費税を自分で払わなきゃいけない。でそれとはもちろん別に所得税も払うんで、だからこれが本当ちょっとおかしなとこだよね、うん、要するにそのふわっち側からその消費税の 10% 分はもらってないのよ。配信者って消費税の 10% 分をふわっち側からもらってないのに、そう、消費税納税義務がある人は払わなくていいのに、納税義務がある人はその500円の中から消費税の 10% も払わなきゃいけないっていう、うん、これがねおかしな話でね、うん、ああそうそう寝るか、眠くなってきた、うん、あ遠く目が出す中さす、ちょっと寝るかな、さすがにちょっと眠くなってきたわね。ちょっと途中だけど切るか、ちょっとさすがに疲れたのと眠いので、じゃあということでね、お疲れ様でした。今日というか日がかかったから昨日ですけど、まあ、またね起きたら適当に配信します。はい、はい、また明日、また明日で終わる今日、ずっと一緒に入れたらいいねということで、ありがとうございます、ありがとうございます、飲み物出す、レンチャー出す、おやすみなさい。ということで皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい。お疲れ様です。楽しかったです。ゆっくり休んでください。どうもおやすみなさい。あ、そうだ、これスマホで撮ってたんだ。